皆さんこんにちは。営業部販売促進課の君島です。設計課の池田です。今回は中戸祭り2期3号棟の建て売りをご紹介させていただきます。池田さん、まずはコンセプトをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、コンセプトは、はい、開放的な LDK のある半平屋となっております。また1階に主寝室があるので老後は平屋として使うこともできます。結構この間取り、お客さんに結構人気なプランですよね。そうですね、自由設計としても建てられる方結構多いです。では早速見ていきましょう。まずは外観になります。外観のこの配色、どのように決められたんですか？外観は、はい、アイボリー色を基調としてアクセントでグレー色を使うことで立体感のある外観にしました。はい、そういう配色する方でそんな立体感が生まれるんですね。そうですね。外光は、こだわりは？外光は、はい、駐車場をメインとして使っているんですが、はい、車種にもよるんですが3から4台止められるように、はい、駐車計画を行いました。やっぱ止めるのは家族だけじゃなくてご友人とかもいらっしゃいますもんね。そうですね。他にこだわりポイントはございますか？あとは門柱の部分をこだわりまして、こちらですね。はい、はい、門柱の裏に植栽を配置したんですが、はい、これで、門柱がより、映えるように、はい、植栽を配置しました。このシルエットすんごい好みです。かっこいいですね。じゃあ次に中に行ってみましょう。します。ここが玄関と玄関ホールですよね。そうですね。はい、ここのこだわりポイントをお伺いしてもよろしいですか？はい、はい、こちらに日カウンターを作っているんですが、うん、はい、ルームフレグランスなどちょっとした小物置きとしても使えます。うん、でこちらがシューズクロックですか？そうですね。はい、これぐらい収納があるともう靴もいっぱい置けますし、あとここも通り抜けできるので、お客さんと、ご家族で分けることもできてすごいですね。そうですね。はい、じゃ次入ってみましょう。はい、これ気になってたんですけど、これって何ですか？こちらは、はい、エコカラットという商品になりまして、はい、湿気だったり匂いっていうのを吸収してくれる効果があります。はい、またこう壁一面に使っているので、はい、アクセントとしての効果もありますね。そういう効果もあるんですね。はい、やっぱりコンセプト通りすごい開放感ですね。そうですね。うん、吹き抜けで勾配天井にしているので、はい、より開放的な印象が伝わるかなと思います。やっぱ開放感がすごいですね。あと思ったのは、やっぱりソファーだけじゃなくてダイニングテーブルとか、キッチンなどからもテレビを見れるのがすごいいいなと思います。そうですね。あと一番思ったのが、入ってくるときに思ったのが、これすごいおしゃれですね。はい、こちら、はい、パナソニックさんのドアなんですけど、はい、まあ、基本的には木目と白を基調としてるんですが、はい、一部ネイビー色を使うことでこちらもアクセントになるような、はい、印象にしてるのと、はい、高さも、2.4m の、うん、ものにすることによって開放的な印象を出せるようにしています。ドアもデザインの一部になっているということですね。そうですね。はい、あと入った時にパッと見えたのがこちらなんですけど、こちら階段下を有効利用した、はい、勉強スペースになってまして、はい、お子さんの勉強のスペースだったり、はい、ワークスペースとしても活用できるような、カウンターをつけることにしました。やっぱ階段下って結構デッドスペースになりがちですもんね。そしてこちらがキッチンですよね。はい、はい、これは麦蔵でおなじみのクイーンアップさんの。そうですね、クイーンアップのキッチンになります。はい、もういつも通りタッチレス水洗、食洗機、あと IH が搭載されているキッチンですよね。はい、はい、あと背面収納は
はい、背面収納は、はい、少しこう下げることによって、うん、普段よりも使いやすさを重視しました、はい、また、この背面収納の上の、空間を作ることで、はい、間接照明などもつけられるようにして、はい、おしゃれな雰囲気を演出できるようにしました。そういう細かいところまで、はい、あと、まあ、メニューかなんかこちらですね、はい、こちらはマグネットボードになってまして、はい、お買い物リストだったり、うん、食事のレシピなどつけてもらうことで使いやすいように使っていただければなと思います。あ、本当つきますね。はい。あとはここの木目と、はい、これが当てていて、いいですね。はい。続いて水回りになります。この水回りは、洗面台と脱衣室、お風呂、トイレが集中している水回りになってるんですね。そうですね。水回りをまとめることで、はい、スムーズな動線ができるようにしました。うん、あとトイレ思ったのがすごい スリムというか。そうですね。はい、こちら、標準の設備になってるんですが、はい、パナソニックのアラウノというトイレになってます。うん、またカウンターなどもつけているので、はい、小物置きや、芳香剤などを置くこともできます。うん、でもやっぱ一番はここですよね、うん、売りは。そうですね、はい、こちら洗面台なんですが、うん、はい、大きなカウンターに洗面ボールと洗面線をつけまして、はい、こちら可動棚もつけてるので、はい、こういった、タオルや小物も置けるような、はい、洗面台となっております。友達遊びに来た時とかもやっぱり自慢したくなるような洗面台ですね。そうですね、かっこよく仕上げました。続いて主寝室になります。広さどれぐらいになりますか？こちらの主寝室は7畳の広さになってます、はい、コンセプトでもお話した通り、はい、1階に主寝室があるっていうところが、作ってます。はい、あと思ったのが水回りのすぐ隣なんですね。そうですね、はい、水回り洗面と、トイレなどが近くにあるので、はい、朝起きてから、顔洗ってトイレに行って、はい、リビングに行くっていう動線を考えて、はい、窓で作りました。もうその光景がもうすごい浮かびますね、情景が、はいはいはい、でこちらがウォークインですか？はい、はい、あ、広いですね。そうですね、ウォークインとしては 2.5 畳ありまして、はい、L 字でパイプがあるので、はい、より多くの服やコートなどをかけていただくことができます。続いて2階になります。こちらのスペースはどんなスペースですか？こちらはフリースペースになってるんですが、はい、まあ、収納棚をつけてるので収納もできますし、はい、こちらに空いた空間スペースがあるんですが、はい、コンセント等もつけてるので、はい、ワークスペースや遊び場にも使えます。お客様によってその使い方が分けられるのはすごいいいですよね。そうですね。こちらにはこちら2階にトイレ。あ、そうですね、はい、トイレがついております。でこちらが、バルコニーになっておりまして、はい、バルコニーの前に、室内物干しをつけておりますので、はい、こちらは物干しのスペースとして使うこともできます、はい、天気によって変えられるってことですね。そうですね。続いて2階の洋室になります。こちらは、4.5 畳の洋室になっておりまして、はい、こちらにウォークインのクローゼットもついております。結構2階の洋室とかだと普通のクローゼットが一般的だと思うんですけど。そうですね、こちらは、少ないスペースなんですが、はい、L 字で、棚とパイプを取ることで、はい、より多くの収納を取れるようにしました。やっぱ結構ウォークインは憧れですもんね。そうですね。今回は中戸祭り2期3号棟の建て売りをご紹介いたしました。皆さんいかがだったでしょうか？こちらの物件は見学が可能な物件となっておりますので、問い合わせをいただければと思います。また各種 SNS も随時更新しておりますのでご覧いただければと思います。こちらの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。